Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Watashi no channel e o kaeri nasaimase. Konkai mo subarashii italia ryōri o shōkai sasete tadakitai to omoimasu node, zeki saigo made goran kudasai. さて今日の料理ですね、とてもパワーがつきます料理ですよ。アイオーリーペペロンチーノ、ペペロンチーノのアレンジメニューでございます。もうこれを覚えればね、モテますから、最後までね、ちゃんと見てくださいね、覚えてくださいね。そして日本の食材を足すことができます。今日はスパゲッティアイオーリー全ゼロ。材料はこちらでございます。皆さんご覧ください。まずはスパゲッティなんですけども、麺だったらまあ何でもいいんですね。ロングパスタ何でもいいです。今日はフェットチーネ使わせていただきます。ちょっと高品質なものの方が美味しくできます。とてもシンプルな料理ですから。そしてニンニクを使います。ひとかけでいいですね。ちょっとだけね、ちょっと香り付けでインカミーチャ、皮付きで使わせていただくんですね。そしてローズマリーの葉っぱね、すごく相性抜群ですね。ゼンゼロとね、生姜とすごく味が合うんですよ。そしてもちろん生姜と柚子胡椒ですね。この2つの和の食材を使わせていただきます。素晴らしい料理ができますよ。最後まで見てくださいよ。あらやせ、riusciamo a cucinare? Mettiamo il sale in pentola。sale grosso, no? Mi piace grosso, no? そしてパスタを入れさせていただきます。そして同時進行でオリーブオイルをフライパンに入れます。あ、大事なのはね、質のいいものを入れた方がいいですね。ちなみによくね聞かれるので、今日はアジェンダカルデローソね、 100% イタリアの、これはね本当に美味しいオリーブオイルよく使ってますね。これを使わせていただきます。そしてニンニク皮ついたままちょっとこう叩きます。香りが出ましたのでフライパンに入れます。火をつけます。あんまり火強くしない方がいいですね。じゃないとパン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 になっちゃうからね。ローズマリーの葉っぱを入れさせていただきます。ずっと弱火ね、もう消しちゃってもいいんですね。余熱を使わせていただきますから。スパゲッティ、アイオ、オリオ、エゼンゼロ、完成でございます。イエーイ。めちゃくちゃこれね、パワーがつきますよ、奥さん。パワー大事でしょ。はい、いただきます。いや、もうポコメはパスタ、アイオ、オリオ、エゼンゼロ、ベラメンテ、ポイシアプーラ。皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今回の料理はイタリアの夜食的な料理でございますね。日本で言えば何でしょうね、そのお茶漬け的なね、夜食べてももう楽しめるっていう料理でございます。スポーツ観戦の時に食べると、またお酒飲みながらね、本当に最高でございます。これを覚えればねモテますということで、皆さんまた次回お会いしましょう。チャオ。